ピックアップガチャ来てんじゃん。何来てんだろう。あああ、この粒が来てんのじゃあ、今日はこの粒使うかなてことでね、皆さん、今日はですね、えー、っと、どれかなあれ,あれ、どこだあれあれあれちょっと、あれどこだおーいどこだ あ、おった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 。まあ、アレスセントドラゴンをね、今日は使っていこうかなと思い、ますまあね、上通粒でね、まあ持ってる人も多いと思うんですけども、まあこの粒がね、ピックアップされてたことで、ということで、まあ僕はこのジャなクネヨセマレスセントをね、まあよく使って、まあ奥田のね、まあ最大4億4000万だっけなえぇ、ー、ジャなクネヨセマレスセントでね、ポーズなしで、えー、行ったんですけども、今日はね、まあ、アレスセントドラゴンということでね、 えー、ピックアップされてたんで、やっていこうかなと思います。まあね、あの、無理に引かなくてもいいんだけど、上通粒だからね。まああの、もしね、引いて、ああ、また被っちゃった。あでもスキルレベル上がったっていう人がね、いたらよかったらね、まあ今日の僕の動画見てよかったら使ってみてくださいってことで、ちょっとね、スクワを目指そうかなと。やっぱ僕と言ったらね、やっぱこういうマルテント系のね、あの、粒が、まあ、 中級者ぐらいと <laughs>。まあ、本当とは、ね、某ショートとかではね、あのー、初心者の上級者の違い、初心者とか言いながらやってたんですけども、まあ、コメントでもね、何度も指摘ありましたがね、僕ね、あんまり上手くないんですよ、正直。ですけども、まあ、この唯一、唯一つぶつぶ中でも上手いと言われる、あの <laughs>、このね、マレッセント系のこのスキルを持った、えー、マレスセントド,ドラゴンをね、今日使って、まあ、どうしようかな、まあ、 5000万 <laughs> !5000 万も今日やっていこうかな。まあ、あの、1万稼げればいいかな、1プレイで。うん。まあ、フルアイテム使ったんですけども、まあ、今のところはいいんですよね。こう、順調なすべり出しというか。ただですね、僕今ね、ちょっと、若干の、あのー、賢者タイムというか。ごめんなさいね、なんかちょっと汚い話になっちゃうんですけども、まあ、ちょっとしたあの、賢者タイムというか、まあ、今さっき起きたばっかなんで、まあ、そういうことをして、ま、あちょっと、ね、ヘトヘトというか、ちょっと、 一個ことを終えたというかね、そう、そういうばタイムなんですよ。なのでもしかしたらちょっと、あのー、体力的にもね、ちょっと厳しいかもしれませんが、まあ、今日はね、かったら最後まで見てくれると嬉しいですということでね、えー、やってるんですけども、えー、もう早速、あのもう40秒切ろうとしてます。いや、ちょっと、なんか、指が思い通りに動いてくんね、やばい。どうしようこれ、体力の衰えか。<laughs> いや、もしかしたらだけどね、最近なんかつぶつぶやってると思うんだけどさ、なんかこう、なんだろうね、歳のせいかこう、やっぱ指が動かなくなるっていうね、ことがよくあるんだけど、まあ皆さんどうですか <laughs> まあやっぱね、そのー、僕やっぱさ、その、まあ奥とかでバンバン出してた頃はね、やっぱこう2年ぐらい 前なんですよね一、うんまあ、年前とか、まあ半年前とかにも多くは出してたんですけども、やっぱ一番こう、つぶつぶがこう、前世紀というか、僕の中で。<laughs> 僕の中で一番やってた時が一番上手かったんですよ。でもね、最近はね、やっぱ僕も18位になったということで、やっぱ、もうね、じじいになっちゃったわけですよ。<laughs> なのでちょっとね、体力の劣るというか、もう、もう30秒切っちゃってるよ。やばくねな、今までの俺だったらもうちょっとね、耐えてたんだけど、 まあ、どうなんでしょうか <laughs>。ちょさすがにフルアイテム使っとるからさ、もうちょっと行きたいんだけどね。ええー、もう喋っただけでも体力がなくなっていくというね、この、もう本当にじじいという、もうこの体力の衰え。やっぱ歳がちょっとね、厳しいもんがあると。ただ、まあ、この粒ね、まあせっかく使ってるんで、まあまあ、あんま使ったことないよっていう人とかね、まあ使い方わかんないよっていう人にね、ちょっと軽く。 ええ、まあね。あの、使い方をね、言えたらなと思うんですけども、まあ、こういう系の粒は、まあ、そうですね。邪悪だよ、セバレステートとか、あの、マレウスとかね。まあ、結構なんか似たようなスキルのやつおるんですけども、まあ、この粒の特徴としては、まあ、こう、例えば3チェーンしたら、そう3チェーンした粒の周りの粒も一緒に消してくれる。で、だから、こう短いチェーンをいっぱいしまくって、タイムオブをいっぱい狙って、 時間を伸ばしてスコアとコインを稼ぐと。まあ、そんな感じの粒になってるんですけども。まあ、この粒ね。まあ、やっぱ邪魔れより弱いんだったらさ、まあ、この粒別にね、そんな無理に使うくでもよくないって言う人おると思うんですけども。まあ、この粒ですね。まあ、邪魔れとは違って、まあ、邪魔れはね、ほんと、この状態がさらに一種類の粒をスキル効果中消してくれて、まあ、繋げやすいっていうそのメリットあるんですけども。まあ、この粒の一番のメリット。 それがですね、あのー、この、必要つぶ数が少ないというか、この、スキル中でも、この、バンバン溜まるんですよ。だから、スキルループがしやすい。だからね、結構ね、あんまり慣れてない初心者の方にね、えー、おすすめなんですけども、えー、まあこんな感じで7000と、もう、これ、ゴミです、正直言って。こんなスコア。こんなスコア、ゴミです。本当だったらね、もっといくんですよ、4000万。5000万は軽くいっても、 ね当たり前みたいな感じなんですけども、僕はちょっと下手なんで、ちょっと、うん、<laughs> こんな結果になっちゃったんで、もう一回やらせてくれさすがにフルアイテム使ってさ、ちょ、これはちょっとやだな。オッケー。ちょ、もう一回、もう一回。<laughs> ちょね、あの、本当にね、今日もね、まあこんな感じで喋ってるんですけども、あの、今現状をちょっと伝えるとですね、ちょっと若干の風邪を引いてまして、あの、ちょっと喉がちょっと腫れてるんですよね、今。まあ、でも声はね、正常に出て、まあちょっとな、あの、熱が37度、 8分ぐらいあるぐらいで、まあそんなにね、あのー、まあ体調的にも大丈夫かなと思って動画撮ってるんですけども、まあ本当にね、えー、ちょっとね <laughs>、たまーに声がかずれることがあるかもしれませんがね、でもね、僕ね、本当にこれだけは言いたいんだけど、なんかね、謎なんだよね。なんか動画撮ってるとね、結構元気出るんだよね。だから本当に僕にとっては薬というかね、まあ、そんなところもありますけども。えー、まあこんな感じで今、いやちょっとね、こういう突っかかっちゃうことはあるんですけども、やっぱね、 こういうツムを使ったことない人とか、使わない人って、やっぱね、この、チェーンをしまくるのが難しい。だからもう消去系のツムだけでいいやってなる人が結構おると思うんですよ。多いと思うんですよね。まあ、多分ほとんどだと思うんですよ。だけど、ま、あこの粒ね、別にそんなね、難しくないんですよ。ま、あ言っちゃえば、とにかくもう3チェーン。もう3チェーンをするだけなんですよ。 で、もうどれだけサッチェンできたかと。まあ、これはほんとね、あの、若ければ若いほど、若いほど、ま、うまいんですけども、この、とにかく瞬発能力。あ、ここに、粒が固まってるなーっていうところをクルッてするだけではサッチェン大体になるんですよ。まあ、そんな感覚でね、えー、説明しててもわかんないと思うんですけども、とにかく、 あの、邪魔ねとかを使ってみたいな、でももうちょっと難しいなって思う人は、この粒を使って、練習してみるというのが結構ね、僕的にはね、ありだと思うんですよ。まあ、とにかくこのスキルループがしやすいっていうところがね、やっぱこの粒やっぱ強いんですよね、そこが。だから結構、あんまり上手くないよとかいう人でも、あの、まあ、スキルループしやすいんで、まあ、とにかくこう、ね、 消しまくれと。<laughs> 消しまくれと。僕はもう言うだけでね、もう皆さん、もう練習してみてください。本当に。もう3チェーンするだけでいいんです。もう細かいことは言いません。なんならボムも消さなくていい。ただ邪魔になったら消してもいいんだけど。うん。ボムも気にしなくていい。だからもうとにかく3チェーンを繰り返してくださいという、そのね、もうコツはそれだけです。だけどですね、僕はね、あのー、ちょっと歳の <laughs>、歳のせいがちょっと、あのー、本当に <laughs>。 <laughs> ちょこちょこ止まっててね、あの、時間もね、どんどん溶けていくんですけども、本当にね、マジで上手くなれば、本当に、まあ、その、邪悪な痩せまれしてると邪魔レとかと比べても、本当に、ね、あの、負けないというか、ま、そんぐらいのポテンシャル持ってるんですよね。だから本当に上手い人とかだったら、マジで、あの、普通に奥とか、 な,んなら2 1億出す人もおるんですよね、中には。なので、ま、皆さんも、ま、ぜひ1回はやってみてください。とにかく3チェーを繰り返せばいいぞと。まあ、それだけ今日はね、メモって帰ってくれたらなと思います。はい。<laughs> まあね、えー、軽く話して、は、まあ、多分今、2分ぐらいかな、動画。<laughs> あー、どうでしょう <laughs>。ちょっとね、もう2プレイ目でヘトヘトに疲れすぎて、ちょっと、あの、5000なんだよな、今。ちょっと待って、ちょ、っ 1番は生きてえだ今日1番稼いで終わりてえせめてじゃなきゃ俺はもう,もうつぶつぶ引退しちゃう俺はもうなんか嫌になっちゃうさすがにちょっとプライドが許さねえからようんだからとにかくなこのタイムボムを出すだから3チェーンを繰り返すこれだけなんだけどやっぱね <laughs> 難しいですねいやほんとにこれはね僕のせいでもあるんですよ ほんと今日はマジで、あの、あんまつぶつぶうまくないのは、やっぱね、その、賢者タイムがまだね、あの、続いてるんですよ、今。うん、なんかこんなキビキビ喋ってるんですけども、ちょっとも若干こう、なんか息切れというか、<laughs> そう、そういうとちょっと生々しいことになっちゃうんですけども、なんかこうね、ヘトヘトというか、やっぱ、一戦終えた後というのはやっぱね、男ならわかると思うんですけども、やっぱこう、ちょっと疲れるんですよね、<laughs> その、 <laughs> まあ、そのね、やっぱ、一回の快感にすごい体力とがだな,なん、本当にね、これはマジで自慢じゃないんですけども、あの、僕ね、あの、本当に、あの、去年マジで一回も走ったりとか、もう本当運動一切しなかったんですよ。でもですね、僕ね、あの、本当に年間に、前永ちょっとね、配信でちょっとね、言ったんですけども、あの、本当年間に約1000、 200ぐらいかなオナニー知るわけですよねはいなのでですねあのなんかオナニー痩せというかでねあの僕本当に体重が増えないんですよ <laughs> なんならちょっと痩せたみたいなねでもまあ最近ちょっとねあの正月太りというかちょっとだけ1キロぐらい増えちゃったんですけども茶番地でね5 0キロキープしてるというねこう奇跡のやっぱなので本当に痩せたい人はねオナニをおすすめしますはい あ、ちょっと <laughs>、ごめんねもしあの、小学生の人とか見とったらね、こ,これ、あの、聞かなかったことにしてほしいんだけど、マジでそういうことなんですよ。はい。っていう話をしてたらね、一枚いきませんでしたすいませんちょっと次はちゃんとやります。まあですね、まあそんな話をしつつね、えー、まあ今日もね、つむつむやってるんですけども、まあ皆さん最近どうですかはい、まあ最近あったことをね、まあちょっと軽く話そうかなと <laughs>、思うんですけども、まあこれもね、ちょっとね、配信でも言ったんですけども、 あのー、本当にね、あの僕、昔からですね、あのやっぱこう、麺がすすれない、麺類がすすれないんですよ、みんなみたいに。ね。なん、なんていうのかなんか吸引力が少ないというか、で、こう、吸うことができないこう、っていうのができないんですよ。<laughs> なのでですね、やっぱ麺とかラーメンとか食べる時も、こう、レンゲにさ、こう、麺を全部入れて、こう、食べるみたいなね。 そんな食べ方をしてるんですけども、やっぱね、ちょっと最近ね、あの、ラーメン食べ行ったんですよね。あの、その時ですね、あの、隣のおっさんがね、すごいけどねラーメンね、すすってて、うまそうに食ってたわけですよね。やっぱな、ラーメンですするとやっぱうまそうじゃん。な、うまそうに見えるじゃん。なんかさ。 <laughs> こうさ、テレビとか見ててもね、やっぱこう、ラーメンこう食べてうわ、うまそうだな、うわー、食ってみて、みたいなんじゃん。でさ、俺もさ、そのね、やっぱもう、吸ってみたい。まあ、やっぱここ、もう5年ぐらい吸ってないなと思ってね、やっぱこう、18歳にもなったから、やっぱそう、5年前よりは、まあ、吸引力上がってんじゃないかとね、こう、吸ってみたんですよ、麺を。って、吸ってみたんですよ。そしたらですね、 あの、ま、あなんと、すすれなかったわけですよ。す <laughs> すれなくてね、本当に、その、なんて言うんでしょうね、その、麺もこう、加えたままね、あの、本当にあの、エロ漫画のさ、あの、バキュームフェラも、こう、なんか、女がフェラしとるみたいなさ、なんか顔になってさ、こう、な、な、ここ細くなって。<laughs> で、もうその、その顔しかもよその顔しかも目の前にいた店員に見られてね、もう本当に恥ずかしかったわけですよね。あの、目の前の店員にちょっと苦笑いされてね、ちょっと本当にちょっと恥ずかしい思いをしたんですよ、最近。<laughs> もう本当に、もうだからもう二度とすらねえと思ってね、もうその後はもうレンゲを片手にね、ラーメンをね、もう2分で食い終わりましたね。もいつもは本当あんまね、飯はね、結構時間かけてくんですけど、うん。 本当に恥ずかしかったの。いや、もう、本当にね、今これはもう差別だと思うんだよね。やっぱね、すすれない人に対するちょっとこの <laughs>、もうちょい配慮してほしいよね。もう、もうちょっとさ、麺を軽くするみたいな <laughs>。ま、軽くしてもどうなるのかわかんないけど、もう、なんかす,すすりやすくしてほしいんだよね、もうちょっと。やっぱこう、すすれないっていうのがね、やっぱこう、ね、日本に生まれたからこそ辛いというかね、やっぱね、友達とね、ラーメン食いった時もやっぱ思うんだよ。うわー みんな吸ってるのに俺だけ、レンゲでなーって言って。俺も、ズズズズズっていう音を立てて吸ってみてよっていうね、え、夢を持ち、え、最近生きてるんですけども、ま、皆さん最近どうですかええ <laughs>。<laughs> まあふ。い大体僕一個の話が終わるとこんな感じでね、ま、最近皆さんどうですかっていう話をするんですけども、はい。ま、大体こういうのがあったら、ま、一つの話が終わったよってことなんですけどもね。ま、こんな感じでね、 えー、たまいもない話をね、まあ、よかったあの、配信でしてるんでね、あの、まあ、ツイキャスで、まあ、概要欄に貼ってあるんで、よかったらそちらのね、リンクからね、ええー、来てくれ、み、見て、見て、見てください。<laughs> たまに配信してるんでね、はい。まあ、ってことを言いつつね、ええ、6000! いけるな一枚いけるこれでもう動画終わってもいいよなで、ええー、1枚いって、動画終わって、あ、どう、じゃ一1万いって、 えー、マレーシントド,ドラゴン最強って言って、えー、ガチャ回して、今日は終わろう。うん、そうじゃないとちょっと、長い動画になっちゃうからな、つぶつぶなんて投げ動画見ねえだろ、みんな。やばな。俺も話がもうちょいね、面白かったらね、なんかもうちょっとこう、ね、みんな見てくれると思うんだけど、やっぱね、こう、僕、あんま話が面白くないんでね、やっぱこう、最後まで見てくれる人はね、少ないんですよね。はい。まあ、なので今日もね、えー、ここで決めて、 早めの動画で終わりたいと思います。はい。よし。<laughs> いや、もう本当に、ちょっと、もう、検者タイムじゃなかったらもうちょい喋ってたんだけどな。うん、まあそういう言い訳をね、言いつつも。やばい、12秒になっちゃった。ちょっと待ってよ。えー、っと <laughs>。えーっとね、OKOK、タイムボム出た。いいよ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 。ちょ、20秒ぐらいは戻したいな。20秒ぐらい戻,戻したいけど。まあでもいけるか、さすがに。 うん、いけるいけるいける。いけるよな。いけるよな。ちょ、ちょ、怪しいな。ちょっと最後、今、怪しかったけど。あ、大丈夫大丈夫。16秒。あ、いったいったもう残り1000なんかもう秒よ。<laughs> はい。 まあ、ってことでね、まあ、今回ね、あのー、スキューレベル、えー、5を使ってるんですけども、まあ、スキューレベル6位だったらね、まあ、本当にもうすぐにループして、まあ、そんなね、ストレスのかからない系のね、罪になると思うんでね、まあ、皆さんもよかったらね、多分ボックスの奥に眠ってると思うんで、えー、まあ、ぜひ、使ってみてください。ってことで、1番いったね。はい、もうこれで、ここをサムネにしよう。<laughs> <laughs> てか、毎回サムネもあんだよな。まあ、ピックアップのやつサムネするか、どうしようかね。うん、いや、僕ね、ほんとね、サムネとタイトルのセンスがねえっちゅうかさ。<laughs> だからもうちょっと誰が作ってくんねえか代わりに、俺マジで本当にいいな、センスねえんだよ。うん。まあ、てことで、えー、1枚、オッケーオッケー、結構時間増えてんねいや、うまい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 。<laughs> まあ、全然うまくねえんだけどさ。うん。 まあ、うことでどうでしょうか。まあ、今年がなんだっけ ?10 周年なんだっけあ、ちょっと、あ、もうなんかもう、あーあー、もうやーめた。<laughs> もうやーめた。オッケーオッケー。えー、まあ、ってな感じで、どんぐらいだオッケー !3000 万。じゃあ、あのなんかね、セットツー出して終わろうかなってことで、いやーもう出ないよね。 出ないよね。やっぱ確率アップの時引いた方がいいのかなっていうことでね、ナシュワンでした。えー、まあよかったね、こうピックアップガチャ回してね、まあ、そのね、まあレッセンドドラゴン出た人はまあ、出てね、スキルレベル上がった人はね、よかった使ってみてくださいってことでナシワンでした。また次回の動画でお会いしましょうバイバイ。あ、ハムとか色々入ってんだね。じゃあ次の動画でハム使おうかな。うん。